これから会場の皆さんから質問を受けたいと思います、今日は210人の方にこちらにお集まりいただいております、あの先ほど来申し上げてますように、この TPP、非常に先ほど来、専門的な言葉も飛び交うので、ですねなかなか難しいところもありますので、内閣審議官の冒頭に説明してきました黒田さん、それから先ほど来、私は何度か申し上げてます 農水省の総括審議官のです、ね、山下正幸さんにご登壇をいただきたいと思いますそしてあのこれからです、ね、会場の皆さんから質問をお受けしたいと思いますが今日九州全域から来られてるという話も事前に聞いておりますのであのできればどの県から来られてですね、えー、所属をどういうご所業をされてるのかその点だけ差し支えなければあ事前にお伺いしてですね その後に質問に入りたいと思います。その前にお二人なんか補足がございますか。えっと私はあの WTO のローハラウンム交渉でやってきたんですけども、あのあの先ほど、えー、あ,のあの前田先生の方からあの WTO であの補助金とかっていう問題があるっていう話がありましたけれども、えっ、ー、とあの確かにですね WTO の農業交渉では三分野、あの市場アクセス完全の分野とそれから国内支持国内補助金の分野それから輸出競争でこの中には 輸出補助金とか、国家貿易、えー、そういったものが、あの入ってます。ですから、その中で、こう、あの、なんて言いますか、パッケージで、トレードオフっていうところができる、っていうのは、その特徴でございます。だから、これも難しいですけども、も <laughs> また、おいおい、質問の中で解明されていください。どうぞ、会場の皆さん、お出かけください。じゃ、あその赤いペンを持ってあげられ、あの、福岡市から参りました、重<ー>富と申します。ます無職でございます。はい、えー、今日は、あの、農業問題のあかんづく、稲作について。 後も絞ってあのご、えー、案内のとおり、えー、日本の稲作は減点政策が続いておりますで家庭で加えて6割、えー、の工作可能な畑、まあ、においても、えー、放棄地ですか工作放棄地先ほどのお話と埼玉県に匹 <laughs> 敵するぐらいのあとびっくりしましたけれどもで私の意見としましてはですね あのもうここはもうて言うか規制外にとらわれず抜本的にドラスティックな改革をあのするべきだと思っておりますで個人的に私考えてますのはもう企,業に、ね、企業にやってもらうということですねでこれは小説家の高村薫さんも同じこと言ってますよ。よ で、2年ほど前ですか、えー、報道番組であの見ました、これはあの広島の某社がね、北海道のこれ荒れ地を、えー、じゃがいも畑と,畑として立派に再生したという実績もあります、えー、じゃがいもと米とは違うかもしれませんけれども、法的な問題もいろいろあるでしょうけれども、ここはもうとにかくドラスティックに、平制にとらわれず、えー、フレキシブルに一つ取り組んでいただきたいと。 このように思っております今まで誰もこういうことに触れておられませんでしたので、これ、あの指揮者はいろいろ受けてますよ、はい、だから、ね、政府の方から来ておられますから、せっかくですから、はい、お答え出したい,と思いますありがとうございます、減産政策の問題、それから耕作放棄地、そしてドラスティックな転換で、ですねもう農業法人化して、ですね積極的に大規模化したらどうだというお考えだと思いますね、これについてお答えをよろしくお願いいたします。 えー、あの先ほどもですねあの石田副大臣の方からあの、今の農業の置かれている厳しい状況、えー、それに対してですねあの対策待、ま、ったなしというお話がございましたけれども、まあ、そういう中で、ですねあの先ほどもあのご説明ありましたけれども、えー、5年間でですねあの政策を集中してですね展開していくと。 いう中にはあの農地の集積という問題もありますしそれからあの耕作放棄地をです、ね、有効に利用していこうというそういう計画も戦略の中に入っておりますであの企業のその農業進出につきまして今あのお話ございましたけれどもこれはですねあの、えー、確か、えー、2009年だったでしょうかあの 農地,法のあ農地法の改正がです、ね、ありまして、えー、もうほとんどですねあの、いわゆる一般の企業がですね、えー、いわゆる農地の利用権をです、ね、取得して、農業に進出することができるようになってますので、で実際ですねあの、いわゆる企業がです、ね、農業に進出しているという例がたくさんありますので、えー、まあ、 まあ徐々にと言われてはしまえばそれ,かも,それにえかもしれませんけれども、できるだけあの政府として、ですねえそういう方向で努力をしているということをご理解いただきたいと思いまほかにございますかあ、じゃあそこで女性の方。えと九州大学の農学で、あの前田先生と同僚の佐藤と申します。ないです、はいや違すすで えと副大臣にちょっとお尋ねなんですけれども、あの先ほど、えー、と2兆7千億円という数字が出ましたけれども、それは確かあの10年間だったと思うんですけれども、えー、その、えー、と数字を一つ、えー、確認しさせていただきたいのと、それと、えー、九州に与える影響が、あの自動車産業などあの関税が撤廃されることによって、えー、プラスに与えるあの影響を言われました。 が十十十年後です。あの、えー、自動車産業の関税っていうのは確か、えー、2.5%だったと思うんですが、それよりも九州に与える、えー、農業に与える影響っていうのを、えー、前田先生補足していただけたらと思います。あのご質問は先ほど副大臣 G タップですか。はい、あの9カ国が100%関税自由化した場合には。 はい、GDP が2兆7千億円増えると、はいはい、それから九州に与える影響がプラスばっかりじゃないかと、マイナスの方がどうなっているんだと、こういう指示だと思いますが、はい、あのこのまず GTAP ってあの内閣府で出した資産については、えー、10年後、ですね貿易を自由化してから10年後、2.7兆円あの底上げして、それはあのその年だけじゃなくて、ずっと。 2.7兆円の10年後2.7兆円0 5 0 g d p が上がった後ずっと2.7兆円底上げしていくという試算、まあ、でございますあのこれ1年ポッキリとかっていうことではなくてあのずっとあのこの2.7兆円程度あのプラスになっていくだろうということを内閣府の,の GTAP ではあの試算をいたしておりますで先ほどあの九州についての まあ、自動車業界を例にとって、えーあのー、お話をさせていただきました、で当然、あのー、九州は自動車だけではありません、他の産業もたくさん、もちろん農業もそうであります、で農業については先ほどから申し上げておりますように、あのー、デメリットというか、当然あのマイナスな部分、もう当然私、出てくるだろうというふうに思,思っております、でそういう中で、あのー、この農業について、先ほど 山下さんの方からお話がありましたがあの例えば、えー、法人化するとかですね、まあ、いろんな方法もあの場内からもご指摘をいただきましたでそういうあのご指摘をいただく中でやっぱり農業をあの改革する転換する一つのチャンスということも含めてですね私ども5年間でですね6次産業の推進とか あるいは新規あの営農だとかです、ね、でもろもろの先ほどから言っているようなあのことを、まあ、あの出させていただいたということでありましてあの、自動車産業を一つを例に出しましたが、当然、あの農業とかですねそういった産業についての,あのデメリットがどういうふうに発生するだろうか、しかし、この TPP の参加するかし、し しないかの問題ではないということを私、冒頭から申し上げておりますように TPP 参加以前の問題として農業問題は捉えていかなきゃいけない課題だといいいうふうにに思っておりりりまままますすああがとごござざしたさんかか特自動車についてだけあの補足をさせていただきますとあの今、日本から世界への自動車の輸出は480万台あるんですけれどもそのうちアメリカにはその3分の1 えー、万台出してるんですアメリカにたくさんも工場ありますけどもそれでも日本からそれだけ出ているアメリカ大きい工場です、でえー、その156万台、アメリカへの関税の支払額がです、ね、年間700億円になっております、台数多いですから2.5%でも700億円、で1台当たりにするとです、ね、大体5万円程度だそうでありまして、これは1台200万円とかの車に対する5万円というのは小さいようであのご商売されている方いらっしゃったら分かると思いますけど結構大きいんですよね。 でこれがあの消えるだけでもずいぶん影響はあるというのがあの産業界なんか考えていること,ところでございます。補足でございました。はい、ありがとうございました。他に質問ございますか。あ、もうじゃ二人続けて女性の方いきましょう。えっと福岡市から来ました。あのキドと言います、はいえ。定年後です。はい、えーえー、っとですね。あのまず農作物について、私はあの TPP 反対の立場です。はい、実はあの国民の食品について。 もう輸入品と国内の農産物の圧倒的な違いはですね穀物、それから野菜、果物それが船で運び込まれてくるときに船の中でポストハーベストという、まあ、農薬カビとか虫が生えないような農薬を散布してきます日本消費者連盟の本などによりましても例えばその、えー、輸入のですね麦で作ったパン子どもの小学校の、まあ、給食のパンとかもですね残念。あの まあ残留農薬が出ているというのはね、そういうふうな実際のあります、その辺でも全く国内産とあの輸入品は違うということ、それからあの日本の農業を何とかさないかんと先ほどずっとおっしゃって農業が衰退しているとおっしゃっているけどそれは一つは、ね、消費者にやはり原因があるんですね、自分の胃袋あるいは家族の食事、それをですねあの国産品を買っているのか、あるいは輸入の 安い冷凍食品だとかあれ外食産業でね食べているのかもうその違いのね意識の違いでヨーロッパなどは非常にあの,食,農業の自給率食料の自給率が各国高いんですけどもそれはあの消費者一人一人がまず買い物に行ったらまず国産のを買うという意識の高さなんですね、そういうふうに国民の教育をしてこなかったというそういう政治の問題もあると思っています。であのやはり消費者が 安全な国産の自分たちが将来にわたって選べるために日本の国内の農業を守らないかんということをちゃんと意識を持ってですね子どもたちや孫たちにもあのそあの教育していかなきゃいけないそういうことが大事なんだというふうに思っています非常に同感ですねあの副大臣、それから林田さんにもまたその関連で何かご意見あればおっしゃってください。もう一つですね、はい 今日本のお米が完全778%で高い高いというふうなことばかり言われてるんですけどもお米作りは農林省の発表でも1時間あたり188円の時給にしかならないとこれはですねもう本当にあのえっ、ー、と一食あたりですねお茶碗一1杯27円ぐらいなんですよねパンやうどんに比べても安いですだからですねあのそんな安いのを一生懸命日本の農民は作っている。 もう私は日本の農民はすごく優れていると思っています、であのそれを、ね、捨ててあの、そういうふうに一生懸命いいお米は中国の富裕層に輸、ね、出すればいいと、日本国内はアメリカの非常に危険な、ね、農作物を日本国民には食べさせればいいという考え方は間違っていると思っています、それからもう一つ、BSE についてなんですけども、本当はこれはイギリスとかヨーロッパから出てきたんですよね。 ヨーロッパは、ね、全頭検査をして完全に克服していますで、日本も税金で全頭検査をしています、なぜアメリカが、ね、あの全頭検査など全くやらないで危険を放置しているもう世界で最も危険な牛肉をです、ね、日本の若い青年たちが、まあ、あのマクドナルドとか牛丼とかで、ね、食べているのか、BSE というのはあの私はあの医療従事者でもありましたけど加熱料理をしても死滅しない。 78年後の潜伏期によってその後出てくるというような、ね、そういうふうなのをなぜいつまでもこの,あの人類の歴史の発展の中で、ね、放置している、まあ、経済優先なのかというところに憤、ね、りを感じていますだからその辺の日本の,、はい、あの弱腰だということを、ね、非常にあの思っています以上ですあ,ありがとうございます立派なご意見ありがとうございましたあの福田ジあの稲作の問題、はい、それから BSE を含めた食の安全の問題、はい 非常にに鋭いいご指摘だったと思いますが答く先ほど食の,の安全については先生からご質問を受けたときにお答えしましたが、SPS の作業部会というのがありまして、まあ、そこであの緩和措置が例えば実現した場合にはです、ね、これはあの安全規制がこれ引き下げられることになりますからあの、我が国としては絶対にこれは受け入れられないということであります。で現に あのカトラーさんの話にもありましたように、えー、このそのような要望はアメリカの方からあの出ているわけではありませんでこれはの手続きの迅速化とか透明化があの向上されることだろうというふうに思っておりますので、えー、この食の安全につきましては当然あの非常に重要な点でありますのでこれはあの日本としてです、ねえー、今まで 以上の基準を引き下げるということについては断固を受け入れられないということは申し上げさせていただきたいというふうに思います。それからあの食料自給率の話に絡んであのお米のお話が出ました。で私あのおっしゃる通りだというふうに思うんです。あの日本の食料自給率が下がってですね、えー、今から50年前の日本の食料自給率っていうのは78%あったんですよね。で今半分なんです大体。 まあ、約39から40%というところで半分になっているで、それはなぜかというともろもろあるんですが結論から言えば日本食だけ食べればです、ね、これカロリーベースで70%ぐらいに戻るんですよ、ですからあの7割程度は回復できるわけでありますがあのなかなかあの現に今の日本では朝ごはんを食べない人が1700万人いるって言うんですね。 それからその、まあ、もちろんあの日本食ではなくて、まあ、あの食,事があの食生活が洋風化しているというところもこの自給率を下げている原因だろうというふうに思いますでお米についてはです、ね、昭和40年の時点で、えー、1人当たり1 1 2キロ食べたというんですねそれが今、5 9キロしか食べていないって半分に減っておりますので、まあ、食料自給率を上げるには ご飯を一食につきもう一口箸箸でもう一口食べるとですね、えー、全国民がもう一口だけ食べると一パーセントの受給率上がるというふうなことでありますから、それはあのもちろんあの国外に売るのもこれまず一つですけれども、国内で昇進ができればこれはまあ地産地消できれば一番あのいいことだろうというふうに思っております。あの後の点については、<あ>山,下山下さんに特に BSE の現状と。 BSE なんですけれども、これはあの今、あのお話があったのはあの、まあ、あの20か月例をその30か月例に上げるとか、OI 基準に合致するような方向に行くのかどうかということだと思います、今、あの食品安全委員会にです、ね、あの諮問をしておりますので、そこで本当に科学的な,科学的なです、ね、検知から分析がされてですね。 えー、いずれ答申が出ると思います。林田さん補足があれば、あの今私あのおっしゃった通りだと思います。あの一般消費者も諦めない。 きちっとその物事を見極めるといいいいう意識をを持たななけければいけないと思います物を買うときに必ずあの裏側を見てきちんと安全を確認して買いましょうねと言われるようにただ大人たちはあの言ってることとしてることが違うってよく言われるんですが安全を求めながらでも安いものに手を出してしまうその辺を一般消費者がもうちょっときちっと考えながらあの行動していくこと私は諦めずにきちっとあの物事の動きを見極めながらただ日本人は人がいいのでそういう意味ではなんかその参加するときの交渉でぜひそ その辺をやっぱりきちっとやっていただくなんかあそうなってしまったで私たちも諦めずに見ておりますのであの交渉の段階ではきちっとやっていただきたいなそういうふうに考えておりますありがとうございましたじゃあ次その襟の若いジャンパーのあの朝倉から参りました松岡でございますわかりましたか朝倉です <laughs> <え>朝福岡県の朝倉市です、ねはい、はい。今日のシンポジウムですね、はい、大変勉強になりました 初めて参加しましまただけど行政はですね、もう参加方針でしょう今日は新法順も考える会でしょう、これだけのですね、初めてあの私も参加しましたが、話はいい方向ばかりですね、今日のお副大臣の話聞いてみたらですね、確かに TPP 参加、大変喜ばしいことばかりでございます。 それならですね、情報公開をなぜしないかということですね。今の政党は民主党ですよ。民主党の政権方がですね、うん、国会議員の先生方が、各地方で説明していいじゃないですか。今の国会も割れております。なぜ割れておるかということですね。うん、そのへんの捉え方をしていただかないですね。 農業と企業の話ばかりじゃないですか、はい、農業者にまかれろというようなことでしょう、もう一度、すいません。農業者にですね、ええ、TPP に参加せろというふうな意味でしょうもん、今日副大臣の話された意味については、ですね私も農業を経営をいたしております、はい、大企業、いろいろですね、条件が変われば農業も変わります。 政府といたしましてはですね、特別所得保障ですか。まあそれをすれば、農業を補えますという,うことですね。昨年、おと年しから出ております。米価は下がりました。なぜ下がったかということですね。組み合屋の所得保障でございます。農業の所得保障ではございません。業者が値から下げます。 で今回、米価が若干上がりました。嬉しいことです。それは東北震災のためでございます。日本国民を犠牲にして、米価が上がったということですね。我々はこれは喜ばしいことではないですね。ほんと悲しいことです。こういうとですね。延々と政府は言うでしょうが。要するに福岡市の方からも出ました。 農業を法人化とか企業に任せなさい、確かにいいことですね。どのものですか私も70ヘクタールで株式会社をしております。毎晩、晩、経営感覚で寝られません。もう現に今、愛しております。法人化されてるんですか。愛しております、株式会社になりますかああ、そうですか。儲かりません。はあ、条件がございます、場所が。 条件のいいとこは利益化出ます。うん、悪いとこは中産間地域でなんで利益化出ますかで、行政は所得保障をしますことを訴えております。所得保障をして TPP 参加せろと重要貿易しなさいということでしょう。うん、所得保障って何ですかということです。私も農水省に行きます。農水省入って右側に看板がか,かっております。 経営赤字補填です所得交渉じゃありません名前のいいように所得交渉にあなたちがしたんでしょうすいません分かるでしょうもん分かりましたね<え>その状況で農業をですね、うん、やはりまだあの安心安全な農産物ということで林先生も言わせております <S、はい、<S b s c とかですね遺伝子組み換え アメリカの ISDS がこわれますご存知ですか ISDS ちょっとまとめていただけますかはいだからそれのトライティン DS ですかアメリカの集合が持っております企業が日本国を訴えます、はい、そういう情報も提供していただかねばあなたがいくらどこ言ってもアメリカの集合アメリカの法律が強いございますまし秘密でございます そんなことで、はい、情報公開もですね、はい、未公開になっております、どんどん公開してもらわんありがとうございます、副大臣、はい、今のご指摘は、あのー、情報公開、あのー、いい話ばっかりじゃないかと、はいあのー。情報公開の点、情報提供の点についてはですね。うん あの不足をしている点ご指摘はこれは真摯にあの受け止めさせていただきたいということをまあ冒頭申し上げさせていただきましたが改めてあのこの情報提供は不足をしているということについてはあの真摯に受け止めたいという,ふうに思っておりますただ、今日本はですねあの交渉にあの参加をあの現時点でしておりませんでありますのであの分かることには限界がございますので分かる範囲については すべてあの開示をすると可能なか限りまあ開示をさせていただくとまあいうふうなことであのこうやって主要都市で全部で9カ所それからあと都道府県で約30カ所40カ所弱ですねこうやってあの出向いてシンポジウムを開かせていただいたりまたあの各農業会議所とか農協とかですね またあの医師会だとかいろんな団体にです、ね、私ども出向いてあの団体の,あの皆さん方にも分かっている範囲の、まあ、情報提供はさせていただいているところであ,あ,あります。 分かっている範囲の情報はあの提供はさせていただいております。それから ISDS 条項について何も私はこれ言わなかったわけですね。あの紛争解決でする非常にこれはあの外,外資に外資に訴えられるリスクがある一方。 まあ、これは日本企業のです、ね、海,外海外においてあの日本企業を守るある意味では武器になるというふうなことでありまして、ね、ISD 条項については決してあえて私の方で触れなかったわけではありませんのであのご理解をいただきたいという,ふうに思います、あ,のあとはあのの農林省の,あの入ったところで所得保障の看板があ,あるとかないとかという話だったんですが。ちょっと すいませんちょっとその点については、ちょっとあの帰ってよくあの、はい、あののはい確認いたします確認しますが、あの個別所得保障についてですねあの説明させていただきますと、ですね、まあ、これはあのそのそ、まあ、なんて言いますか、そのその時の政策要請に応じてですねあのまあ、できてきたわけですね、でまずはその食料の安定供給とか、それから多面的機能の維持のために、す、ま、べ、あ、てのあの販売農家を。 対象にしてきたわけですけれども、同時にです、ねあのー、これからはやはりその体質強化を図るためには、その規模拡大というその集積、まあ、あの先ほども70ヘクタールという話ございましたけれども、これから,もこれからです、ね、集積をしていくということで、あのー、お規模拡大の加算についてもです、ねえー、措置をしようとしております。 ですからあの先ほどのお話あの目受け止めますがあの政府の農水省としてもですね、えー、まあできるだけあのこの制度がですね、えー、まあいいものになっていくようですねこれからもしっかりあの努力していきたいと思いますのでいろいろあのまたあのご意見をいただければと思いますはいありがとうございましたじゃあ次あじゃあ一番後ろの方の 男性の方あの予定の時間過ぎてますけど、まだ長崎から、一点、えー、と先ほどの林田さんの方からです、ねまあ、話し合ったように、その国民目線で,です、ね、どういうふうなこう影響が出るのかということで、まあ、話し合ったけど、まあ、そういう意味でなかなかのまだ事前協議の段階で、政府のおときもわからないということですが、えーまあ、アメリカがですね、 入っている多国間のの経済協定の分で北米のです、ね、自由貿易協定、NAFTA であったりとか、またあの最近、まあ、2国間でありますけども、米韓の FTA があったわけですね、ここでの,の、まあ、NAFTA の結果とか、またその米韓 FTA の分での、まあ、内容についてです、ね、まあ、どういうふうにこう分析されているのかということが1点と、まあ、そういうところのお願いですけれども、 報道機関の方もそうですが、まあ、ぜひあの国民のこう暮らしといいますか、まあ、そういうふうな観点の分で、まあ、もう少し、n フタであったりとか、米韓であったりとか、まあ、そういうふうな結果で,です、ね、どうなっているのかというところを踏まえて、えーまあ、情報のほうのです、ねまあ、開示をお願いしたいというふうに思いますあの非常によくいろいろご存知でびっくりしておりますが、福大臣、米韓 FTA。 ついこの間発行確か15日だったと思いますがこの問題とあと、NAFTA ですね、北米貿易協定、この2つについてもっと情報開示してもらいたいということですが NAFTA についてはこれアメリカ、カナダとのああまたメキシコとの間でですねあの乳製品、砂糖、それから麺などこれ除外品目としている話でありますがあのこれ FTA の、まあ、一種で今、あのそれぞれあの,の国で あの協議をしているというふうにあの私ども承知をいたしております。であのあの他国の内容について私どもこの日本の政府の立場からですね、その他国のあの交渉の内容についてあの言及するのはいかがかというふうに思いますので、ちょっとその点について控えさせていただきたいというう思います。あの逆労さん。同じようにあの韓国とアメリカの FTA ですね。これはちょうど先ほど申しましたけれども、3月15日に発行したところでありまして。 えー、関税の削減、えー、これ確か米は例外だったと思いますそれ以外は全部あのおおむね10年で削あの撤廃と、から当社はサービスの自由化等について合意された、えー、極めて包括的な協定であります、えーまああのまあ、問題点等は、まあまあ、大副,副大臣おっしゃった等にとあのように、まあ、あのよその国があ,あれこれ言う問題ではないですが、まあ、もちろん分析、勉強はきちんとしておりまして。 えー、この韓米 FTA といのは、一つの,そのア,メアメリカが TPP でやりたいことのおーおーベースになる可能性はありますので、えー、きちんとこの事前協議の段階から、ですすね、えー、勉強はあしておりますあのここであの今、長崎の方の質問がありましたけども、せっかくですのであの、福岡、長崎以外でこちらにいらっしゃる方、じゃあ一番前,前の方。すみませんあの佐賀県 で先ほどの,ちょっとあの長崎県さんなりあのパネリストの林田さんの意見とも重複するんですけれどもあの、やはりあの我々の暮らしがどうなるかというのはよく知れば知ろうとよくわからなくなってきております、わからなくなっている中の一つとして、そもそもこの、まあ、TPP なりその、その先々はその f タープですか、まあ、そういうものを <laughs> 目指しているということなんですけれども、まあ、そういう中で、こう 日本がこう具体的に何を求めようとしているのかとかですよ、得ようとしているのかとか、ですよなんかその具体的なものというのはなんかよく分からないなあというのが、素朴な、ちょっと今、あの私が思いつくところです、ただ逆にそれを求めるがゆえにです、ね、その投げ出さざるを得ない分、まあ、逆に言うと、守ろうと思っている分というのが具体的に何なのか、その例えば農作物でいくと、センシティブ品目なんていう言葉が出ますけども、も具体的に、 えー、どういうものをです、ね、守ろうとしているのか、えー、そういう線引きがよくわからない、で一方でその同時並行で日後、EPA なんか進んでますけれども、まあ、それはその国会決議でその米向き、牛肉、乳製品などについてはです、ねえー、国会議決でまあ守るということで、まあ、除外、対し関税撤廃からまあ除外をするということで国会議決がなされてまして、まあ、それに即した決議がなす、えー、協議がなされておると思ってますけれども、まあ、TPP でも同じようなスタンスなのか、 そうでないのかっていうのもなんとなくよくわからない。具体的なところはよくわからないというところでですね、なんかそういったところをこう明らかにあのしていただかないと、やはりこう我々こうおそらくこうこれまでのですね、いろんなその協議のその状況の情報というのはその今までの交渉よりも意外とこうあの国の方からですね話をされているのではないかなと個人的なつも思ってるんですけれども、ただそれがゆえにですね、非常にこう具体的なところが なんかなかなかよくわからなくなってきてで我々のその身近な生活我々にとってどうなのかというのがよくわからないということを逆に明らかにしていただかないと、えー、いつまで経ってもですね、えー、情報を出してくれないとわからないまあ、まで終わっちゃうのかなというふうに思っておりますのでそこら辺は明らかにしていただきたいと思います。ありがとうございます非常にいい質ご質問で TPP 交渉そのものが具体的に何を目指しているのかそれから何を守ろうとしているのか これ多分本質の問題だと思うんですけども、も次、副大臣、明快にお答えください簡単に申し上げますと、ですね一言で言うと、日本の成長を目指しているんです、TPP はあの。先ほどから申し上げておりますように、日本の人口は減ってきます、しかしアジアの人口はどんどん増えてきます、でアジアの発展も目覚ましいものがあって、あの中高所得者もどん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 ん増えてくる。でそういうい市場を取り込んで 日本の成長戦略に結びつけていこうというのが、まああの一言で言うならば TPP の狙いであります、TPP はあくまでもそこへ行くまでの山で言うと一つの道であって最終的な頂上にはこの FTAP というものがあって。 もちろん TPP という道もあれば ASEAN プラス3、ASEAN プラス6という道もあるわけでありますが現段階で今、交渉の道筋ができつつあるのが、まあ、TPP でありますので TPP ということの中で成長戦略を今の時点ではあの見出していこうとでもしかしながらあの日中間、うん、とかですねそれか ASEAN プラス6だとかそういったものも当然、並行的にあの見ながらですね 日本の成長を目指していこうというのが狙いでございますそれからのセンシティブ品目につきましては確かにおっしゃる通りあり現段階で政府としては明らかにいたしておりませんであのこの点についてあのお尋ねでありますがあのよく勉強されておられまして あの日後の EPA では、ですねこれ18年の、平成18年の国会決議というのがありまして、米、小麦、乳製品、砂糖、肉、この5種類はあの重要品目ということで、あの国会決議があるということで、これは国会の方での決議があるということも、もちろん承知いたしておりますありがとうございました、せっかくですので、南九州、もしくは沖縄の方でもいらっしゃったら、えー、沖縄からまいります。 団体,団体に所属しております、小谷と申します TPP ですけれども、われわれ地方の検察業者にとりましては、えー、外国から入ってくるということよりも、その地方の要件で守られている地方の中小・検察業者が、大手ゼネコンがあそういうことで、よ、えー、る障壁がないというところで入り込んでくると。 いうことでやはりその地方の経済のまあ一翼を担うといいますか、その建設業者の疲弊に、えー、つながるのではないかという、まあ、そういう危機感を持っております、えー、その辺について、お、えー、教えていただければというふうに思いますあの初めての質問だと思いますが、地方の建設業界に与える影響ということですかあのこれ、政府調達の、まあ、公共工事の件でありますが、 あの日本は WTO の取り決めで,です、ね、国はあの6億9000万以上、それから都道府県政令市については23億円以上、この6億9000万以上と23億円以上の海外企業の入札も参加できるということは WTO の取り組みになっております。で TPP でもっとその門戸をこう開かれる可能性があるんじゃなかろうかというふうなご指摘でありますが現段階ではその点についてはあの出てきておりませんでちなみに言わせていただきますとこの WTO の取り決め以降、ですね05年から09年までで海外企業が受注したケースはわずかあの日本国内で6件ということでございます。 副大臣、4時に退席という予定なんで、じゃあ、最後の方、どうぞ。人のと、まあ、いうふうに今おっしゃいました、でこれはよく勉強すればするほどです、ね、その恩恵に預かるのは、まあ、岩田先生もおっしゃいましたけれども、一部のいわばグローバル大企業。ここの 人たちの経済活動をですね、いろんなルールを、まあ、取っ払ってと言いますか、非関税消費も含めてね、やるというところには本質があるんじゃないかなというふうにまあ思っております。えーまあ、TPP に対してはもちろん反対なんですが、あの先ほど21分野の図がありましたけれども、一番最初にですね、まあ、物品貿易サービス、物品貿易といいますか、関税の問題がありました。で、えー、後藤先生がですね、 最初,一番流れ最初の流れの中で、まあ、言われましたが、私はそのいわゆる最初この表を見て思ったのは、その一番最初に農業の問題というか、関税の問題があるから、d p p は関税の問題なんだと、そういう報道で、そしてイコールその農業対国益だと、これはある意味では、そのマスコミの皆さん方の勉強不足なのか、意識的なですね、いわゆるミスリードなのか分かりませんが、 どうもそういう流れで、今日もそういった、まあ、始まりでございました、しかし、本質はそうじゃないというふうに思います、でどうしてもですね、あのそのテレビでよくごあの見ておりますごと、ジャーナリストにです、ね、お聞きしたいのは、すみません、ちょっと外れるか分かりませんが、あの2011年になるんですかね、1月1日の、おいわゆる東京の大新聞はこぞって、 TPP を賛成だと、国益をこれあのなてますか失われた20年も含めて成長するためには、これに絶対入らないかんと、もう全部の新聞がです、ね、一斉にまあそういった社説を出されました、でこういったことがです、ね、いろんなそのな,なんとなし自由貿易はいい,いいんじゃないかとかいうような流れの中で、ね、ずっと言っておりますので、マスコミはどうされたのか、どうしてるのか、本当にそこらへん、ね、本質的な問題も含めて、 えー、報道されてるのかどうもその政府と一緒になってねそういう世論をリードされているんじゃないかとそういうふうに疑わざるを得ないというふうに、まあ、思うところもありますので、まあ、ジャーナリストの後藤先生にですねそこら辺どうなっているのなんかおかしいんじゃないかという,ふうに思ったのでぜひこの場でお聞かせ願いたいと思います。 あの私、実はもう今から2007年にフリーになって、組織には属してないフリージャーナリストなので、えー、今年の去年のですか、菅政権の時の社説がなぜそうに揃ったのかということは、よく理解をしてないんですけれども、やはり日本は長く貿易立国として生きてきたと、しかし、ローンを立てるときにですね、 やはり白か黒かというのをはっきりさせるということがまあ論を引き出させる、それによって反対派も出るという意味で,です、ね、在京のメディアは主にやはり経済の全体的な発展、つまりそれはその社の価値判断によりますけれども、いろんな利益、いろんな不利益があるけれども、全体としての全体利益は何なのかというのをそれぞれの社が判断をしてです、ね、痛みを伴う人、メリットを受ける人、あるいは傷つく人、 いるけれども日本全体としてどっちがプラスなんだという立脚点に立ってですね論を張っているんだと思います、ただ私が冒頭申し上げたように、私自身が TPP という言葉をですね本格的に認識し始めたのは、菅さんが所信表明演説で第三の開国だといった時点ですから、それぞれマスコミ自体も、各家総用のある意味で情報不足の中でですね、 この国の行く末、一方で旧カ国の協議が前に進んでしまっていると、これに乗り遅れた場合にどうなるんだっていう論の立て方をおそらくしてるのではないかと、これはあのその世界に身を置いたものとしてそのように思っております。えー、答えになっているかどうかわかりませんが、ありがとうございます。あそこはちょっと、うん、そこはちょっと組織にいないんでわかりかねる部分があるんですがあのー。 メディアとしては、そういう書いた人たちはそういう立脚点だったと思います、あの時間になりましたので、最後、谷津先生から、ここだけは最後言いたいと、えー、国益に関わるような重大事件があった場合には、おそらく各社とも、国益に、えー、を守るために意見が一致することはあると思いますので、その当時、国益に関わる重大事件があったんではなかったです、それは TPP 以外の問題も入っていたんではないかと思います。 それから先ほど女性の方から出てきた食育ということを、やはりぜひともこれは農水省と関係ないかもしれませんが文科省、あるいは厚生労働省、この辺り早長横断的にやっていただきたいと思います、つまり消費者もやはりこの自由化に伴う負担をしていただきたいということもございます、先ほどの1兆円、何兆円か分かりませんがこれは消費者が負担すればならない部分が多々あるかと思います。 すみません、お待たせしました、前田先生、えー、私のようにですね農業の話をしますと GDP の1.5%しかない産業を守るために他の産業が犠牲になるという類の批判が出てきますしかし、農林水産省が GDP に占める割合はアメリカでも 1.1%EU で1.6%と日本とほと,ほとんど差がありませんしオーストラリアでもですね2.3%しかありません。 しかしどの国も必死になって農業を守ろうとしています自分の国の食料や農業を守ることが独立国家の基本だからだと思います TPP 参加の是非を議論する際もこの基本に立ち返って議論していただければと思いますありがとうございましたあじゃあ林田さん最後まとめていただければ <laughs> あの私たち国民もやっぱり知ろうとする努力をこれからやっぱりもっともっとしなければいけない諦めずに、えー、知ろうとすることでメディアはやっぱり情報を広くそしてあの繰り返し繰り返し分かりやすく伝えていただくことそれを国民は私たちがきちっと受け止めてそして前に向かってそれが共に考えるということではないかというふうにあの考えておりますありがとうございましたあの石破夫人最後。はい、あのこれ、えー これからまあ参加するかどうか、あのいずれにしてもあのそう遠くないうちに結論を出していかなきゃいけないわけでありますがあくまでもあの国益の視点に立って何が受け入れ可能か何が受け入れ困難かそれをあの国益の視点に立ってあの判断をさせていただきたいというふうに思っております。で今日ははこうやってて、ね、あの福岡に、えー遠くあの、沖縄からもです、ね、あのお,お,お越しいいただいてあの関心 の深さを感じました、まあ、ただあの、やはり私どもの情報が不足しているという点については、これは真摯に受け止めつつ、ですねやはり分かっていることについてはあの、情報を開示していくというふうにしていきたいというふうに思っております、今日はパネリストの岩田さん、それから前田先生、安先生、前田先生、あの林田さん、本当にありがとうございました、ご来場の皆さん方、本当にありがとうございました。 どうも,どうもあの30分以上時間がオーバーしておりますが、本当に有意義な議論ありがとうございました、あの最後の JA の方からのご指摘がありましたように、この TPP の問題、我々のメディアの立ち位置も問われている問題だと思うんですね、そこは我々がまさにこの会に私が積極的に関与したいと思ったのもその点にあるわけです、あのプラスマイナス、ですね両論はあって、ですねなかなかこれがど,どちらが重いのか軽いのかと。 いうのはそれぞれの皆さんの生活があるためにです、ね、我々も判定しかねているとしかし、みんな共通の思いはこれからの日本の国、形をどうしていくんだというのが今日の議論の集約なのかなとそれは毎日の食生活も含めたです、ね、生きる過程を得る道も含めてこの国づくりをどうするのかというのが今日の皆さんの意見の集約なのかなとあの最近このシンポジウムに加盟しまして 世界中の TPP の関わるニュースに目を凝らしているんですが、こう3日ぐらいでですね、私の目に留まったニュースを一つ紹介いたします。一つは昨日中国の温家宝首相がですね、北京で米企業関係幹部と面会したニュースがあったんですが、私の共同通信の後輩が送ってきた北京伝で、中国と米国が自由貿易協定 FTA を構築できる日が来ると確信していると。つまり中国が 米中 FTA に意欲を見せたというのが昨日の大きなニュースでしたその前では今回 TPP 参加国であるチリのです、ね、サンチャゴから共同通信の特派員が送ってきたニュースでこれモレノという外務大臣が、ね、TPP 交渉について発展レベルの異なる国同士の協議のため非常に複雑になっているという,う TPP 交渉自体がです、ね、非常に厳しい局面に立ちてした。 いう率直なインタビュー記事も出ておりますので、おそらくこれからさまざまなこのか国からいろんなニュースが発信されると思いますけれども、私どもも公平を期しながらです、ね、皆さんにぜひ共通の土俵に上がれるような、そういう大きい土俵作りに努力したいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします、今日はご成長、そして積極的に議論に参加していただきまして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました